好きです。好きでこうなるかみたいな、こうかみたいな、固定か、うん、なんか横移動かみたいな、うん、その初めて番組で、はい、続いてこちら、最近買った本、もう映画怪物シナリオブック、分かっちゃう、今まで見た中で面白かった映画怪物、そうか、映画を見てシナリオブックを買いに行った、怪物大好き、世界の終わり、キングヌースピッツ、好きですね、このバンドがね。俺はちょっといい、あ、すいません、ゾノ、あ、ゾノ、怪物、なんかこのノリにゾノ入ってこねえなと、あー、なるほど、さあ、ということですが、これ一体誰でしょうか。はい、はい、かりんちゃん、すんごい好きなんだ、怪物が。好きです。好きで怪物が、怪物が好きで DVD とか買ったりとか、うん、なんかそれについてくる怪物だあれだ、うん、一人でやったりとか、好きすぎて、好きすぎるともうやりたくなっちゃうね、やりたくなっちゃってすごっ、何のために人は生きてるんだろうっていう、はあ、そう、生きてる意味ないんじゃないかって思わされる映画です。はあ、そういう感じなんだ。是枝監督とかから来る可能性もありますね、かりんちゃんとか、ああ、うん、オファーが、オファーが来たらどうする、急にカメラ目線シロ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 、テレビの前の是枝監督に見てないよこれ、分かんないだろ、見てるかもしれないだろ、そんな言い方すんな、自分たちの番組意外な人が見てるんだよ、そうだよ、他はこれグランドブダペストホテルっていうのはもうずっと映る絵が対照的なんですよ、まずホテルが対照にできてるんですよ、対照、左右、はい、対照、対照にできてて、なんかこの絵かこうなるかみたいな、こうかみたいな、全然この絵が撮り方がなんかこうじゃないんですよ、なんかその固定か、うん、なんか横移動かみたいな、その初めて番組興奮しすぎて、もうもう話も好きですけど、それよりも絵が好きで、なんかその写真集みたいな、建物の写真集とかを買ったりしました、ブダペストで、対象なんです、ずっと映画、それ、そういう映画って見たことありますか、まあ、ない、ないと思う、見たことありますそうなんです、ないと思います、あ、多分